はいでは今回の希望金額と投資形態を教えてください一千万円投資でお願いいたしますタイガーファンディング新しい未来をつかみ取れではどうぞ よろしくお願いします今宵も一人の志願者が己の野望を胸に捕らえと挑むではまずご経歴をどうぞ岩木二十六歳沖縄県から来ました最終学歴は大学卒です、えー、現在の初級,初級業は飲食店で働いていますはいでは今回の希望金額と投資形態を教えてください一千万円投資でお願いいたします あなたが思い描く未来の姿は、2024年パリオリンピックから新種目となったセーリング競技フォーミュラーカイトで五輪出場メダル獲得を目指し活動したいです。ではオールアナスイン新しい未来を掴み取れキャッツザバンド、えー。それではまず岩崎さんのご経歴をもう少し詳しくお願いします。はい、えー、7歳の頃からセーリング競技を始め。 小学生の頃はヨット中学生の頃はウィンドサーフィンをやり多様なセーリング競技に触れてまいりました高校はですね当時日本一だった福岡第一高校に入学し指導者に恵まれたことや環境が良かったことなどから私もトップクラスで活動してまいりました大学は鹿屋体育大学に入り当時の日本代表選手と一緒に練習をしたり 実業団の選手と国際大会に出たり、えー、全日本選手権に出場したりなどの経験を得てきました大学卒業後はカイトサーフィンをするようになり、えー、現在は年あすいません日本カイトボード連盟の2024年合法合法2024年プロジェクトに、えー、選手として参加しながら活動していますでは岩木さんもう少し詳しいプランをお聞かせください、えー 今回はええ2024年パリオリンピックに出場すべく2022年2023年で必要となる活動資金をご支援いただきたいくこちらに参りました。はい。で今回の場合まあこういうご支援という言葉も出てますので皆さんの投資のところをちょっとご覧いただきたいと思います。ちょっと僕の方で読み上げます。えっ、ー、と五輪終了後または引退後ジュニアセーリングスクールを全国展開し カイトボードの学連化を目指しますと現在セーリング競技のヨットウィンドサーフィンには高校大学に部活動がある競技人口の大半が連連や学連に属しているカイトボードには学連がないためまずは子どもの習い事として中学生小学生を対象としたスクールを行い初めの子どもたちが高校生になる頃に学連発足の手伝いをしていく。 そこでの利益の30%をお渡ししたい、えー、競技で使用するウェアや道具にロゴ入れを行います、えー、現在活動している場所は宮古島の前浜で観光名所になるところですカイトは大きく見慣れないものなので観光客など人の目につきやすいですと、えー、リターンについてはすべて皆様とご相談してこれから決めていきたいですという一旦形なんですねですから通常の 投資でこれだけのリターンがありますよということとはちょっと違うことだけ理解をしていただいた上で話を進めていただきたいと思いますはいいいよろししくお願いしますす出演の経緯が面白いですね学習塾業界のトラ、政後継者株式会社エーバー代表、林直浩年商120億円、日本初事業しない塾・武田塾の協場数は全国400校を突破。 フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求める、あのー、読ませていただきますと「2年前に一度 YouTube で令和の虎を拝見した」「当時私自身がオリンピックに向けての活動をしておらず競技活動にあたっての出資依頼が番組の趣旨と合ってるか不明確のため応募は難しいと感じた」「喜番組の切り抜き動画を拝見したところ17人目の志願者に東京五輪を目指す方が出演していた私も志願者として出演したいと思い応募させていただいた」と。 菅野さんのことじゃないですか。はい、おっしゃる通りです。<laughs> 伝説の回ですね。ねはい。いや、菅野さんね。今元気ですかね。ちゃんと。オリンピックには出られたんでしょうか。ね、結果ね、わからないですけどね。出てないでしょう。見ました。あれは。もちろん、あの、最後の結末まで、どうなったかまでは、ちゃんと見させていただきました。見て、どうでした。えっと、そうですね。まあ、正直、同じオリンピックを目指す身として。 えとショックだっったなっていう印象で,うでどうしてもその僕の周りにも、えー、と同じような方っていうのは正直いて<う>で、まあ、僕はちょっと言い方悪いかもしれないですけど<う>オリンピック詐欺っていう言い方をしてるんですけど,なるほどオリンピックを迷惑に「応援してください頑張るんで」って言ってそこに責任を持たない人たちっていうのは少なからず、まあ、多分せいリ林競技にもいて。で まあ、そういう方はもう基本相手にされないんですけど、まあ、どういった競技でも同じような方がいるんだなっていう印象を受けました。俺は林さんもでも、詐欺だと思ってたでしょ最初から。いや、僕は信じてました。<laughs> 何ですか <laughs> 何言ってる、そんな。そういう人がいるんですね。そうですね,ね,ね。けど、すいません、ちょっと長く、あの、その番組を参考にしたのかと思うんですけれども。 ぜひ皆さん菅野さんから見てほしいんですけれどもちゃんと出資を1000万希望だけれどもステップ1で、えー、2022年2月24日から27日の宮古島大会で1位か2位を取ってそこから、えーこのね、面談した上でまず500万、はい、そして世界選手権で20位以内でもう500万っていうふうにちゃんと結果を残したら出してほしいという。 この提案どうですか本木社長いやこれはまず説得力ありますよね、まあ、前回の,その菅野さんのちゃんと学んでらっしゃるし、はい、すごくこちらとしては受けやすいなと思うのと何よりスポーツしてる体型です <laughs> <laughs> 令和の虎伝説の会をきっかけにタイガーファンディングへの挑戦を決意した志願者信念を持って挑むその姿に。 虎たちの心が揺れ動く。階層層主導権を握る志願者。一体どうなる。ところで、皆さん、このあの彼のスポーツ、あの。フォーミュラカイトっていうのは、あまりご存知ない。くないですか。わかんないですよね。はい。 ちょっとあの今日せっかく持ってきてもらってるんで、これ、お見せするだけじゃなくて、どんなものなのか、説明しててもらっていいですかこちらですね、下にあるのが、えーとま、カイトになって、上がボードの部分なんですけど、セーリング競技っていうのが、まず、えー、と海の上を、えー、風を用いて、まあ、オリンピック種目だと、えー、コースを周回して、その順位を着順を競う,、えー、競うのが、えー、セーリング競技です。でその中の中一種として で今回パリオリオンピックから、えーラカイトっていうのはこの下のある、えーとまあ、カイトタコなんですけど、うん、タコを使って、えー、海の上を風を使ってですね疾走、えー、失踪するっていうもので、まあ、このホイールっていうものを使って、えーとまあ、スイッチを浮きながら走るんですけどちょっとイメージつきにくいと思うんで資料のです、ね、5ページの方に QR コードをつけてます。 そちらのですねあの方、まあ、皆様申し訳ないんですけど読み取って頂い,いて、えっと、動画冒頭 2, 2分ほど見ていただければどういった競技なのかっていうのが想像つくと思うのでぜひ見てみてください。なななんんんででこんなタコでこんな進むの大きさもですねあの多分皆様が想像しているタコよりも数倍あって一番 でかいサイズだと、19平米で、まあ畳十畳分ぐらいの気持ちをさすがだな、これ。使ってます。ど、どこにどうなるんですか。えっと。どこに足をどう入れて、どう、どう、全然まだ分かってないね、僕。ごめんなさい。えっと。はい。こういう。状況、状態で。まあ、こ、こから下が海の中にる。にそうです。もうここから下が海の中にある状態です。はい。で、足をここに入れて。 両足をお腹、はい、えっにカイトとつながるものがあってあ、はい、でで腕には全然力がかかってないんですけどそのお腹で引っ張られて腕であのコントロールするコントロールする、はい、これは両方あるのはこっち向きとこっち向きがあるからうかそ,そうですねだからこっちからこうなる場合もあるはい、えー、でこ,こ,これが要は 何のの役割をすするんんでかななじゃいどっちかというと飛行機の翼と同じ役割でしてちょっと見てもらえばわかると思うんですけど飛行機の翼のような形にしてるんですねで揚力を使ってスピードを出していって浮いていくっていう飛行機が飛ぶ仕組みと一緒で浮いていくっていう仕組みになってますじゃちょっとそのボード浮きます浮いてる浮いてる確かに動画見たら浮いてます浮いてますなので こ,こんぐらいこんぐらいが浮いている状態です。そうなんだ。ね、ちなみに元合唱部副部長の僕がこれを始めたらどんくらいで立てます？えっと、まあこのレース用っていう道具になりますと、はい、えっと僕も一年ちょっとかかっちゃってるんで。立つのに一年かかるの？立ってまともに走るのに一年ぐらいかかります。えー、ただ参入障壁が高いね。<laughs> そうですね。うんうん、まあただこれがすごくハードルが高いだけで。 普通のカイトボードっていうのはうあのウェイクボードみたいな四角い板をイメージしてもらえば分かりやすいと思うんですけど<う>それに乗ってこの水中力がないものに乗って走るのが普通のカイトボード<う>なんでそこだとだいたいカイトの操作とその立って起き上がって走るまでにまあ速い人だと1日で走れる人が12に人1人ぐらい平均すると,平均すると3日ぐらいで走れる人が 多いかなっていうところですねこれがカイトなんですねはいそうですこれは広げてみるわけにいかないですかあ大丈夫ですよです広げてみますちょっと広げてみますてみたいですねこれ一番僕が持っている中で小さいサイズの9平米っていうサイズなんですけど平米 <laughs> タコのサイズで平米なんだそうなんですよ <laughs> でかいってことですね。あ、こんなでかいんだ。九<ー>平米でもこのサイズですね。これが小さいサイズ。一番小さいサイズです。大きいと。と十九平米で。倍,倍ぐらいですね、大体。<ー>え、これ操りながらやるんだ。それは立てないね。<laughs> 普通。そうですね。うん、で、これも、えっと、ラムエアカイトっていうものになるんですけど、もう競技用のカイトですね。で、えっと、まあ、皆さん趣味でやられる。 カイトは、えっと、インフレータブルカイトって言って、空気を入れて骨組みを作ってするカイトなんで、まあ、それを使うことによってハードルも下がるっていうものになってます。なので、カイトボード自体はそんなにハードルが高いものじゃないんですけど、あの、僕らがやっているレースになると、もうめちゃくちゃハードルが上がってくるっていう。これは空気入れないですか？これはもう、あのパラグライダーとかと一緒で、あの、上げたら勝手に空気が入っていく。はいはいはい。 この黒い部分が空気孔になるんですけど<ー>そこからあ空気が入ってここから空気が入ってくるんだはい入って風がたまるっていうとこへえありがとうございますはいであの面談の時に聞いたんですがこれは消耗費らしいんですよへ<ー>なので今度例えば新しい大会に出る時には新しいものを調達しなきゃいけないらしいですええ そこにお金がかかるんだよね。そうです。これいくらぐらいなんですか。これ一枚えっと販売価格でいうと五十万円ぐらい。えー、<っ>どのくらいどのくらい持つんですか。えっとだいたいですね一年ぐらいになります。一年ぐらいでえっと壊れてしまうこともありますね。僕で今中古でそのまあどうしても買えないので新品を。 中古で買ってきて、まあ、1年使ったものを中古で買ってくるんですけどまあ状況っていうかそのあんまり荒れてない状況を選んでやってても1年持たないことが多いです<ー>もう少しだけ競技のこと聞きたいんですけどはいイスラエルの大学院で学んだ後広告業を主軸にビジネス展開一人会社を年商数億円規模まで育て上げる実績を持つモットーは責任ある自由人 誰にも縛られない発想でタイガーファンディングにパラダイムシフトを起こす。速さの勝負だけなのか、それともジャンプをしたりとかこう何か演じることも一つのなんかなんかこう基準とかになるんですかね。えっとオリンピックの競技は、はいえー、速さですね。速さのみなんですね。はい、コースを周回してうん、うん、でまあそのコース取りとかもあったりするんですけど、基本的にはその速さっていう部分になります。 競艇のレースみたいな感じですか。あ、もう本当にそれが一番わかりやすいかと思いますね。スタートの仕方も似てて、何てうんですかね。用意ドンでスタートじゃなくて、後ろからスタンバって助走をつけて。えー、で、その決められた時間に出ていくっていうのが。あの、スタートの方式だったりするので。レースは何分ぐらい続くんですか。ええー、だいたい十分前後。で、えー、結構、さあ、出ますね。実力、実力ゲーですよね。結構。そうですね。もう。 実力で決まっちゃうし、まあ、あとは経験そのどうしても風物のスポーツなんで一定にずっと風が同じ風が吹いとけばもう本当に技術だけなんですけどその風も同じ風速がずっと吹き続くわけでもないですし風向も変わるのでそれにどんだけ、まあ、臨機応変に合わせれるかっていう経験が、まあえー、と重要ではあります。運もちょっとあれですねじゃあ。 もちろん、はい、運もあります、うん、なのでその、まあ、確率をどんだけ拾っていくかみたいなところでもありますね、うん、セーリング競技フォーミュラ解答志願者のプレゼンテーションによってその実態が明かされる日本ではまだマイナーなこの競技トラたちはそれぞれに何を思う次回怒涛の中盤戦が 岩城さんが例えば今後2年でものすごい強くなったとしても、はい、その国枠のところからそもそも日本が外れていたら出れないってことなんですか